結婚5年目。私、32歳。夫、35歳。離婚理由は、夫の食いつくし癖。恋人の頃は、基本的に外食ばかりだったし、お互いの家に泊まって料理を作るとしても、食いつくしはなかった。同棲せず結婚して、外食は、恋人の頃の半分くらいになって、家で料理を作ることが多くなったけど、それでも食いつくしはなかった。何を食いつくすかって、買い置きしてる缶詰とか、お菓子とか、アイスとか。とにかく、冷蔵庫や備蓄してるものをすべて。冷凍品が、特売の時にまとめ買いした山盛りのアイス、10個はあったかな。私がいない一日の間に食いつくす。週末だらだらしながら、二人で食べようって言って買った、山盛りのスナック菓子を、小腹が空いたと、全部食いつくす。豆腐、納豆、めかぶ、もずく、牛乳、プリン、ゼリー。とにかく、冷蔵庫に入ってる、ほんの一品みたいなものをすべて、買った途端に食いつくすようになった。蒸気全部買って、仕事に出て、次の日の朝帰ったら、全部もろともなくなってたの。それからエスカレートして、パスタ、うどん、そば、マカロニ、春雨。ちょっと手を加えないと食べれないものですらも、食いつくし始めた。パスタなんて、トータル2キロはあったのよ。乾麺よ。でもペロリよ。私は、仕事柄、数日、家を離れることが多いんだけど。2日経って、家に戻ったら、まあ、見事に、家中から食べ物が消えていた。もしかして病気かもと、いろんな病院に連れてったけど、問題なし。食い尽くされるから、倍の量を買ったら買ったで、また、食い尽くす無限の胃。それを我慢というか、結婚したからには、なんとかやっていけないかと模索しつつ。結婚5年目になる今年、爆発しちゃった。健康面でも心配だし、常識的にもありえないし、でも病気ではない。ただただ、よく食べる人。でも、じゃあたくさん料理作りました。ちゃんとお食べ。ってなると、食べないのよ。大人5人前くらい作っても、食べるのは普通の大人1人前程度。こんな作ってもらっても、食べきれないよ。とか言うのよ。なのに、料理ではなく、冷蔵庫にあるものや、備蓄しているものは、しこたま食べる。外食でも普通。私のおとりもしないし、一人前で、お腹いっぱいだねえ、満足満足。って感じで、謎の食いつくし以外は、別に、そこまで変な人ではなかったし。どちらかというと、いい人寄りではあった。でも、私は、この先何十年と、この微妙な食いつくしに悩んで生きていくのか。って思うと、どうでもよくなってしまった。コロナで、仕事が一部在宅になって、そういう、今後というか、老後を考える時間が増えたのもあると思う。どうなるかわからない世の中だし、私の人生は、この一回きりしかないし、うだうだ悩んでる時間があるなら、他に使いたいなと思った。それらまるっと、全部夫に伝えて。さすがに向こうは渋ってたけど、なんとか数週間前に離婚届を提出。祝、独身。ビールがうまい。寝て起きて、家開けて帰っても、冷蔵庫とかの食べ物がちゃんとある。変な減り方してない。幸せ。